まれトークショーバリピ TV。 さあ行ってみよう。今日のテーマはバイブス感じるトーク。バイブス上がる漢字が入ったボックスから1枚引き、その漢字でトークするコーナーだ。引いてちょうだい。これで当てた漢字をちょうだい。恥。最近あった恥ずかしい話とかあんの？チャックを開けているんですよ僕。あの社会の窓が開いてるんですよね。常に開いてるの？いや結構開いてる確率が高くて、確率高いね。高くて、いや高いねってお前が言うの。お前が言うの。え、多いの待機は？衣装の時も、うん、半開きの時とかある。違う。でも心理学的にあるらしくて、うん、僕あのホックの方を先に止めちゃうんですよ。あ、上のホックの方ね、はい、いろいろな動作において、うん、最後の動作をしてしまうと、うん、その中間の動作を忘れてしまうっていうのが心理的にあるんですよ。へー、それを、はい、バカって言うんじゃないですか？まあそうっすね、うん、ちなみに今立ち上がったらどうなってんの？完璧です。ちゃんとしてんじゃん。何その顔いらねえよ。それが普通のことなんだから。じゃあ続いて弾いてみよう。はい、はい、秋といえばお月見じゃない。お月様、そう宇宙だよ。宇宙の戦隊キューレンジャーあるでしょ。各自僕たちが出演している宇宙戦隊キューレンジャー、毎週日曜日7時30分から放送しております。10月1日からお引越しになりますので午前9時30分からの放送になります。間違えるなよ。午前9時30分からだ。